皆さんこんにちは。パチンコ漫画家のドンキホーテ谷村仁志です。いやー、大海物語5、すごいことになってますね。もう月曜日からですね、座れない海っていうのがですね、本当に何十年ぶりだろうって感じだと思います。まあ、沖海5やですね、いろいろ出たりなんかして、まあ、夜桜朝鮮風なんかも出て、いろいろ味付けはしたりしてますけど、まあ、なんだかんだ言いながら、海はですね、王道を守り続けてはいましたが、やっぱり閑散とした海コーナーも増えてきて、もう海の時代は終わったのかななんて囁かれ始めていました。まあ山陽さんもですね、もう本当に超伊達天やですね、あとセイントセイヤ、まあ春先の山陽さんのスマートパチンコの第1弾はセイントセイヤと決定してるんですが、夏にですねすごい海が出るって噂があります。まあ本当にですね、海なくして日本のパチンコ業界は成り立たないなってことをですね、やっぱり一番痛感しているのは山陽さんだって感じはしますよね。まあその証拠にですね、まあ春先の信頼の中で、こんなに海がですね生き返るかなっていうぐらい、まあ月曜日からですね海に座れない日が僕続いてるんです。まあ本当に出たままですね、もう4万発5万発まで出ちゃって、いやこれが海のコーナーかっていう感じになっちゃって、大海物語5見事にですね海コーナーをですね生き返らせました。もうまさにですねパチンコサバイバルの中で本当にですね見事にですね海が生き返ったなーって感じを、感じますね。海から遠ざかってしまってエヴァンゲリオンや、低貸玉コーナーへもう逃げてしまった、海の人々もですね今こぞって海のコーナーに戻りつつあります。いやこれでこそ、山陽がですね本当にパチンコ業界を、盛り上げよう、本当に今年のスマートパチンコからの、パチンコの大きな革命をですね、一番ですねリードしてくれてるんじゃないかっていうのを感じざるを得ません。まあ本当にこれだけですね、大海物語5が爆発してくれるとお客さん嬉しそうですね。まあ常連さんはずっと打ってたわけですけれど、結局見慣れないですねスロットを打ってた若者たちはですね、回転プロの集団の人たちも含めてですね、今海コーナーはですねとんでもない人だかりになってます。まあこの状況を見たらですね、パチンコから遠ざかっていた人たちはちょっと目が点になっちゃうんじゃないですかね。まあドル箱の量もちょっと違ってます。まあ海がこれだけ出ちゃうとですね、はっきり言ってむしろ、ガロやですねゴジラ対エヴァンゲリオン、それにまあ北斗無双4なんかもですねちょっと影に追いやられた感じになっちゃいますよね。やっぱり海のリードが尋常じゃないっていう感じをですね月曜日から見せつけてくれてます。海に関するですねパチランの、読者の実践レポートも海リゾートクラブという、コーナーがありますんで、どしどし、大海5を打った実践データなんかもですね送っていただきたいと思います。スマホサイト谷村氏パチンコランドの方は海ファン大歓迎ですので、海リゾートクラブをぜひですね検索してご覧になってください。今日もご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録グッドボタンをお願いいたします。谷村先生の実践の詳細などは概要欄からパチンコランドにご登録いただくとご覧いただけますので、ぜひご登録ください。